途切れてしまった生みの親と、絆が強くなっていく育ての親と、ブギウギ第5週ほんまの家族やのお話が終わりました。ヤマとレイコの死、あまりにも突然で、悲しみよりも驚きの方が先に来てしまった。どうして？なんで？ほんの一月前まであんなに元気だったのに、子供が生まれてくることをあんなに楽しみにしていたのに。しかし、ヤマとレイコの死は、スズ子の背中を強く強く押してくれるものでした。東京に行く。もうスズ子には東京に行って、ヤマとレイコのように、もっともっと輝く自分しか見えていないのかもしれません。第6週、バドジズってなんや。第26話のお話は、スズ子と秋山は胸にわずかな不安と大きな期待を抱きつつ、東京を目指していた。唐島部長が仲介して、彼らは小村地図が経営する下宿での生活を始めることになる。梅丸楽劇団で松永大成をはじめとする演出陣は、海外の舞台に劣らない斬新な男女共演のミュージカル制作に取り組んでいた。同時に作曲家の羽鳥善一は、自作の楽曲を披露する適切な歌手を探して心待ちにしていた。第26話はこのようなお話になるようです。スズ子と秋山が東京の下宿でお世話になる小村地図は、スズ子が勝てないくらいよく喋る人。そしてご主人の小村五郎は、うんとだけでかなり無口な人。地図が五郎の言葉を奪い取っているのではないかと思えるくらいバランスの取れたご夫婦。だけどとても親切で、スズ子と秋山はいい下宿先を東京の唐島部長から紹介されます。2階の日当たりのいい部屋に、秋山と2人の6畳一間の相部屋。窓からは日程劇場。これからのスズ子が歌い、秋山が踊る場所が見える。2人はこの下宿をとても気に入るようです。そして、梅丸楽劇団、略して UGK は、東京梅丸の人たちの並々ならぬ思い、莫大な資金を投入し、欧米に負けない男女混成の画期的なミュージカルショーを目指している。そんな梅丸楽劇団は、スズ子と秋山に大きな期待を寄せているが、スズ子と秋山は、まだそのことを知らないでいて。第25話では、林部長から突然の衝撃的な言葉。昨日の夜遅く、ヤマとレイコが病院で亡くなったそうや。スズ子の表情は、驚くでもなく、悲しむでもなく、ただ呆然としている。部長が何を言っているのか、理解することがすぐにはできなかったのでしょう。ヤマとレイコのお別れの会は、梅丸少女歌劇団の稽古場で行われました。彼女が夢を追い続けた場所、人生をかけた場所。そこには生まれたばかりの赤ん坊を抱いているマタノ。その横には、スズ子とカズキがいました。カズキは、急すぎて涙が間に合わへんわ、と。スズ子もきっと同じなのでしょう。またのは、医者にな、出産は危ない言われてたんや。
腎臓を悪くしとったみたいで、でもどうしても子供欲しかったみたいで、もっと、もっともっと生きていたかったやろうな、と。本当にそうだったはずです。危ないと言われても、どうしても子供に会いたかった。だから出産を決意した。玲子自身、死ぬとは思わなかったはず。生まれてくる子供とこれからの人生をもっと生きていたかったはず。それがこんな結果になって、我が子を抱くこともできないまま死んでしまった。無念と悔しさ、悲しさだけが、大和玲子の人生の最後になってしまった。だけど、立花葵は赤ん坊の頭に手を添えて、きっと歌と踊りの天才になるわ、あんた、と。残された又野には、彼女が残してくれた希望が残っている。そんな話をしていると、見知らぬ老女が挨拶してきて、玲子がお世話になりました、と頭を下げてきた。又野も初めて見る玲子の母親。悲しみの顔で愛おしそうに赤ん坊の頬を撫でる。玲子によく似てる、と今にも涙がこぼれ落ちそう。そんな母親の隣にいた父親は怒りをにじませ。こんなところに来なければ、玲子は生きていた。半分は君たちが玲子を殺したようなものだ、と、その場にいた社長以下歌劇団の人間に怒りをぶつけました。しかし、この父親は自分が娘の夢を認めてあげればよかった。話を聞いてあげればよかったと、後悔しているところもあるのかもしれません。大和玲子は鈴子に、歌っているところや踊っているところを一度も親に見せたことがないから、と寂しげに話したことがありました。鈴子は桃色葬儀の時に山寺で、玲子がぽつりと話していた時のことを思い出し、立ち去ろうとする玲子の両親の背中に、わて、大和さんのこと大好きでした。せやからお会いできてよかったです、と。玲子はずっと両親に会いたかった。梅丸少女歌劇団にも来てほしかった。涙を流しながら訴えた鈴子の肩を、立花葵は優しく叩きました。大和玲子が育てた鈴子。その鈴子がとても会いたがっていた両親に、ほんの少しだけど玲子の思いを伝えました。花湯に戻ってきた梅吉とつや。娘と縁が切れた。もう永遠に会えない大和の両親のことを考えると、たまらない気持ちになっていた。するとつやは、香川に行った鈴子が、本当のことを知ったのではないかと心配していたという。絹とは約束したけど、あの子がどんどん可愛くなって、わての子や、わてだけのもんやって。わては身勝手でずるい人間や。でも、あの子は宝や。大和藩みたいに縁が切れてしまうなんて、わては耐えられん、と。3年前に鈴子が香川に行った時から、いや、鈴子を自分で育てて、だんだん大きくなってきた、とてつもない不安を吐露しましたね。鈴子は他人の子。それはわかっている。だけど、鈴子は自分の子。大切な宝物。自分の頭ではどうしようもない感情が、ツヤを苦しめてきた。いなくなるのが怖い。
しかし、それは梅吉も同じだったようです。つやちゃんが香川に帰らんのをええことに知らんふりした。わしも卑怯やねん、と。つやも梅吉も、鈴子のことが可愛くて可愛くて、血がつながっていないという現実から目を背け、大切に育ててきた。血のつながった親以上に、子への愛情が溢れている二人。そんな二人は、鈴子が東京に行くことを認めましたね。それは、鈴子をそんな風に育てたから。それは、つやの娘だから。それは、梅吉の娘だから。つやは、誰が何と言おうと、わてはあの子の母親なんだ、と。そして、花湯に帰るなり、鈴子は言いました。わて、やっぱり東京に行きたい、と。これから鈴子の東京での生活が始まります。大阪には本当の両親や弟が見守っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。